こんにちは、こんばんは、はるしかです。今回はいつも僕の後ろに映っているこのモニターのレビューをお届けしたいと思います。これはデルの U32239E という型番の 31.5 インチの 4K モニターです。今年の2月に発売されて、僕は4月に購入しました。それから半年以上使用してみて、改めて本当にいいモニターだなと思ったので、皆さんに紹介することにしました。基本的なスペックはもちろん、僕が思うこのモニターの良いところ、逆に買う前に注意すべきところ、そして長期間使用してみての感想についてお伝えしたいと思います。それではデルの U32239E の長期使用レビューということで行ってみましょう。まず基本的なスペックについて紹介します。画面サイズは 31.5 インチ、解像度は 3840×2160 の 4K、 パネルの種類は IPS ブラック、視野角が広く色の再現性にも優れており、コントラストが2000:1と普通の IPS パネルよりより色鮮やかで、黒が引き締まって見えます。 HDR 性能はディスプレイ HDR400 という規格に対応しています。リフレッシュレートは 60Hz、 本体重量は 10.4kg、価格は2022年11月時点で、公式サイトでは118,879円、 Amazon だと99,800円となっています。続いて接続端子について紹介します。本体の背面に映像用の接続端子として HDMI、 ディスプレイポート 1.4、 出力用のディスプレイポート、アップストリーム用の USB-C、 この USB-C はデータ転送だけではなくて、電源供給と映像入力にも対応しています。そしてデータ転送用の接続端子として、アップストリーム用の USB-C、 ダウンストリーム用の通常の USB が4つ、 LAN ポートが1つ、その他の接続端子としてオーディオラインアウト、イヤホンジャックが1つ備わっています。そして本体の左下にデータ転送用、電源供給用の接続端子として、ダウンストリーム用の USB-C、 ダウンストリーム用の通常の USB が1つずつ備わっています。ちなみにアップストリームは PC との接続用、ダウンストリームは USB 周辺機器との接続用という意味です。つまり2台の PC と USB-C で接続することができ、6台の USB 周辺機器と通常の USB もしくは USB-C で接続することができます。USB ハブとしても機能するのがこのモニターの大きな特徴です。続いて僕が思うこのモニターのいいところについてお話ししたいと思います。1つ目、シンプルで無駄のないデザイン。前面にはロゴがなく、4辺全てがフレームレスのため、これ以上ないくらいシンプルで無駄がありません。また単に見た目がスタイリッシュなだけではなく、視覚的なノイズがないため、映像への没入感が高まります。背面の色は高級感のあるシルバーです。デスクを壁付けしているため、通常は視界に入りませんが、白を中心に色を統一している僕のデスク周りにもマッチしています。大きく存在感のあるモニターがシンプルなため、デスク周り全体もすっきりとした印象になり、非常に気に入っています。このモニターの良いところ、2つ目、動画鑑賞に快適なサイズと画質。僕の家にはテレビがないため、代わりにこのモニターで動画を見ています。以前は画面サイズが27インチのモニターを使っていて、動画を見るには小さいと感じていましたが、この 31.5 インチのモニターに変えたことで、少し離れた場所にあるソファーからもとても見やすくなりました。動画を見るには画面サイズは大きいほどいいですね。このモニターは解像度が 4K で、 HDR というより広い明るさの幅を表現する規格に対応しているため、 YouTube や Netflix の高画質コンテンツも画質を落とすことなく再生することができます。また冒頭のスペック紹介でも少し触れましたが、液晶には IPS という方式が使われていて、視野角が広いため、見る位置や角度が変わっても綺麗な映像を見ることができます。さらに通常の IPS パネルのコントラスト比が1000:1なのに対して、このモニターで使われている IPS ブラックパネルはコントラスト比が2000:1であるため、より色鮮やかで黒が引き締まった映像を味わうことができます。色再現度も高く、僕の目で見た体感的にも文句なしの綺麗さです。
画面サイズが大きく解像度が高いことは動画鑑賞以外にも恩恵があります。 PC で作業する際には大画面を活かして複数のソフトを同時に表示できるため、快適に効率よく仕事をすることができます。さらに 4K という解像度のおかげでドット感がなく非常に見やすいです。趣味と仕事を兼用するモニターとしてこのサイズと画質にはとても満足しています。このモニターの良いところ3つ目、ノート PC との接続が USB-C ケーブルだけで完結する利便性。このモニターは3つの USB-C ポートを備えているのですが、そのうちの1つはデータ転送とともに映像入力と最大 90W の給電に対応しています。同じようにデータ転送、映像出力、充電に対応した USB-C ポートを備えるノート PC と接続すれば、それらすべてを1本の USB-C ケーブルで行うことができます。僕は2日に1日程度の割合で家でリモートワークをしているのですが、その際は会社のノート PC を USB-C ケーブルでこのモニターにつなぐだけで、すぐに 31.5 インチの大画面で仕事を始めることができます。家で使っているマウス用の無線レシーバーはモニターの USB-C ポートに接続してあるため、マウスの接続先を切り替える必要もありません。ケーブル1本をつなぐだけという手間のかからなさは、リモートワークの頻度が多い僕にとっては非常に便利で快適です。またデスクの上がすっきりまとまるのも嬉しいポイントですね。このモニターの良いところ4つ目、ドッキングステーションのような拡張性。このモニターが同じサイズ同じ解像度の他のモニターと比べて高価格な理由は、多数の USB ポートや LAN ポートを備えた拡張性にあります。2台の PC と USB-C で接続することができ、6台の USB 周辺機器と USB もしくは USB-C で接続できるため、単なるモニターとしてだけではなく USB ハブとしても機能します。ここで僕が接続している機器を紹介したいと思います。まず映像入力としてディスプレイポートで Windows のデスクトップ PC と、 HDMI で Apple TV と、映像入力、データ転送、給電として USB-C でノート PC と接続しています。背面にある AppStream 用の USB-C は Windows のデスクトップ PC と接続しています。ダウンストリーム用の通常の USB にはマウスやキーボードの無線レシーバー、音声用の無線トランスミッター、ヘッドホンアンプ、スピーカーを接続しています。本体左下にある通常の USB と USB-C には常時接続はしておらず、必要な時だけ使っています。 LAN ポート、イヤホンジャック、出力用のディスプレイポートは使っていません。このモニターが USB ハブとして優秀なのは、このように2台の PC と接続した場合、 USB ケーブルを差し替えることなく、どちらの PC からも同じ USB 周辺機器を使えるからです。僕の場合だとマウスとキーボード用の無線レシーバー、音声用の無線トランスミッター、ヘッドホンアンプ、スピーカーをどちらの PC からでも使うことができます。他にも SSD やハードディスクなどの外部ストレージ、マイクやウェブカメラを2台の PC で共用できるので、複数の PC を使っている方には非常に便利です。多数の USB ポート、LAN ポート、イヤホンジャック、映像出力用ディスプレイポートが備わっているため、USB ハブというよりドッキングステーションに近いかもしれません。続いてこのモニターを買う前に注意すべきところについて話したいと思います。1つ目、スピーカーが内蔵されていない。ハイスペックなモニターにもかかわらずスピーカーが内蔵されていません。普段からイヤホンやヘッドホンを使う方ならいいですが、スピーカーから音を聞きたい場合には別途スピーカーを用意する必要があります。このモニターを買う前に注意すべきところ2つ目、 IPS ブラックに期待しすぎてはいけない。先ほどこのモニターのいいところとして紹介した IPS ブラック。IPS パネルにしては高コントラストなのは間違いありませんが、iPhone にも採用されている有機 EL と比べると、両者のコントラスト比には比べ物にならないほどの差があります。IPS ブラックが2000対1なのに対して、iPhone の有機 EL は200万対1です。実際に並べてみるとこんな感じ。コントラスト比1400対1の IPS 液晶が使われている iPad mini 6よりは黒が引き締まって見えますが、有機 EL の iPhone と比べるとまだまだ白っぽいですね。 IPS パネルとしては高いコントラスト比ですが、有機 EL には及ばないということは覚えておいてください。期待して購入したもののがっかりしてしまうかもしれません。
だったら有機 EL のモニターを買った方がいいと思うかもしれませんが、それは価格が跳ね上がります。最後に半年以上使ってみての感想をお話ししたいと思います。そもそもハイエンドモデルということもあり、機能的にはあらゆるモニターの中でも最高クラスのため、購入時から今まで不満は全く感じていません。デザイン、画質、機能、すべてに満足しています。まず毎日使うものなので、デザインには妥協しなくて本当に正解でした。お気に入りのモニターの前なら仕事も動画編集も気持ちよくできます。またサイズが大きいこともあり、部屋の中でも存在感がありますが、この洗練されたデザインのおかげで悪目立ちせず、デスク周りもすっきりした印象になります。使用頻度の多いものほど気に入ったデザインのものを使うのが大事ですね。実用性の面で最も利点を感じたのは、 USB-C ケーブル1本でノート PC との接続が完結することです。僕は出社とリモートワークの頻度が半々くらいなので、その切り替えが楽なのはとても大事です。リモートワークのたびに専用の重たい電源ケーブルを持ち運びたくないですし、朝から準備に時間をかけたくもありません。このモニターのように USB-C に対応したモニターなら、バッグからノート PC を取り出してケーブルを1本だけ挿せば、それだけでリモートワークの準備が完了します。ギリギリまで寝ていても大丈夫です。今お話しした以外にも、日常的に使う中でデザインや使い勝手の良さを感じることがよくありました。そして各種ポートが豊富で拡張性が高く、 PC や周辺機器の変更などデスク周りの変化にも柔軟に対応できることは、今後もかなり役に立つと思います。決して安くはないので、買うときは少し怖かったですが、このモニターにして本当に良かったと感じています。はい、ということで今回はデルのモニター U3223QE の長期使用レビューをお届けしました。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。こんな感じでガジェットのことや暮らしに関することなど、今後も発信していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。はるしかでした。